ずなんやけどな。これとか？ああ、こんばんは。ああ、とか音切ってんだ今。音オンにしますね。多分この辺のはずなんだけど。ロブアキ S さん、こんばんは。ちょっと待ってね、地図見るから。はい、ドカミーさん、こんばんは。こんばんは。サチアット古墳さん、死体埋めた場所？死体はね、埋めてないですね。これで天さん、迷い猫。もう一つ先か。おしじろさん、オーバランして。いや、さっきのとこっぽいな。信明 S さん、反応。反応はこの間言ったでしょ。反応のどこも回らなかったけど。おしじろさん、緑。ああ、通り過ぎてんな。やっぱあそこか。天さん、雨じゃないのね。そうですね、雨じゃないですね。いや、ここか？あ、ここだ。あったあった。いや、よかったよかった、無事見つかった。信明 S さん、明日大雨らしいですね。そうですね。ちなみにこれは墓じゃないらしいです。ちょっとスマホのセッティングは良くない。電波不足が。ちょっと床置きますね。車がまあ割と普通に来るな。なんかライトつかねえなと思ったら電池入れてなかった。これはなんか供養塔とかそういうのないな。はい、ドカミーさん、墓にしか見えない。なんか調べて墓じゃないらしいってことは知って、更新塔的なもんだっけな。信明 S さん、真っ暗闇だ。そうですね、あの来る途中の写真をちょいちょい上げてたけど、あんな感じの光がずっと続いてた感じなんで、かなり暗かったです。おしじろさん、稲川さんが階段語りそうな雰囲気。光が多いですからね。ただね、車が結構意外と通るんで、多分不審がられると思います。なんだったら、まあ、何しとんねんって怒られる可能性もあります、ね、サチアット古墳さん、シュレック色、ドブアキ S さん、やだが怖いのは。これで電気つくかな。ちょっと試しますね。暑いですか。これね、この間あのどっかの城跡行った時に壊れたやつです。復活しました。大帝釈天皇とかなんかそういう感じのが書いてるので分かるように。一番左は大帝釈天皇ですね。なんで、これが大なんとか天って書いてて、あ、どうもどうも。これが、大釈天皇でいいのかな。久しぶりだ、やった。お、久しぶりですね。大釈天とかその辺の大釈天の石碑ですね。この辺のほとんどってか全部かな。お墓じゃないです、ね。サチアット古墳さん、デコ温泉って書いてあるのはないの？それね、あったら怖いですね。何、今からお前はこう死ぬみたいな。都内ではないです。はい、
そんなわけで。柴又。はい、ドカミーさん。あ、山岳信仰の石碑とかと同じような感じですかね。そうですかね。とりあえずここ。皆さんご存知でしょうか。千葉県の白旗神社、雰囲気あるね、通称だるま神社です。あと、どういう場所かの説明をしましょうか。猫まねこさん、あ、知ってる。とりあえず中にちょっと。サチアット古墳さん、聞いたことある。めっちゃ有名なとこですからね。ここはやべえって、マジやべえって。天さん、あ、東に行ったのね。みなあっとみーなトリートちゃんさん、聞いたことある。はい、どかみーさん、ね、お噂によると、この神社に奉納されてるだるまがあって、それは奇妙な事実を使うためのものだったそうです。知らないです。そのことからだるま神社と呼ばれるようになったと考えられています。んん、まあ、正式名称は白旗神社ですね。で、浮遊する神輿が参道を移動してるっていう噂も、ここを移動してるのかな、だから。毎月、岩月、さん、ジュジュチユ。噂があって、で、奥の院には井戸があって、その井戸には怨霊が住み着いてると。ただ、奥の院見つけられないって話がほとんどですけどね。信明 S さん、フライング神輿。で、ここ2002年に起きた少年犯罪がきっかけで有名になりました。少年たちが通りすがりな大学生を拉致して金銭を奪ってリンチ殺人して、その遺体を遺棄したっていう場所です。みなあっとみーなトリートちゃんさん、フライングみこし草。ただここで出没する例は、その猫さん2002年覚えてない、大学生ではなくて、なんか女性の例だと言われています。犬が鳴いてますね。じゃあ進みましょうか。天さん、猫さんも拉致されるの？まあセリフ拉致されてあるようなもんですからね、ここまで。1時間40分ぐらいか。なその頃、みなあっとみーなトリートちゃんさん、犬を。サチアット古墳さん、大学生成仏しちゃったの？みなあっとみーなトリートちゃんさん、人。はい、ドカミーさん、味方につけりやすごいご利益ありそうな神社かな。岩月さん、猫さんは拉致する方だけどね。信明 S さん、伝説も事件もある場所なのか。そうですね。みなあっとみーなトリートちゃんさん、ほう、コウタさん、猫さん成仏して。で、ここに来るまでの道を歩いてたんですけども、さっきのあの表の通り、ああいう雰囲気がずっと続いていて、かなり暗いですね、ここは。ここに来るまでに人とは基本すれ違ってないです。車ばっかりです。だから車の方は、あいつなんでこんなとこ歩いてんだろうってなってたと思いますけど、怖くない。うん、ちょっとね、コメントを入れるまではちょっと雰囲気的に起用されてましたけど。周りに民家はないですか。岩井月、ありますよ。なんかあるっていうのも頷ける雰囲気。近くに民家あります。星次郎さん、迷子は慣れたもんでしょ。迷子は慣れてるんだ。トリートちゃんさん、どれだけ暗いのか、一瞬照明を消してみなくてもいいよ。多分ね、普通に真っ暗になるだけなんで。今1段落として2段目も落として、こんな感じですね。暗い方のライトだけつけるとこんな感じ。みなあっとみーなトリートちゃんさん、うわネコマネコさん、黒い W。 もうちょっと時間を置きましょうか。コウタさん、360度回転しましょうかね。岩月さん、何も見えん。あっち側の今ちょっと緑く見えるのが入り口ですね。天さん、猫さん、さようなら。星次郎さん、おー、なるほど W。 みなあっとみーなトリートちゃんさん、あれが入り口か。そうですね。はい、ドカミーさん、こんなとこで凶悪事件を起こされるのは迷惑だな。気の毒だし。迷惑だなって言われたもん。
れが。ヒナアットミーナトリートちゃんさん、ちょっとキャスのある設定してくるから少し落ちる、ごめん。これで奥まで来たのかな。大月さんみたいに足引っ張られてえ、これ何。はい、ドカミーさん、なんじゃこりゃ。回り込んでいいのか、真ん中を突っ切っていいのか、どっちなんだろう。奥、社殿が奥にありますけどね。信明 S さんは何これ。聞いてた話だと横の辺に社務所じゃないけど、まあ、こういう感じの建物が横の方にあるって聞いてたけど、正面にあるじゃん。天さん入って。これ何、ちょ、入るのあれだから横から回ってきません。なんか石が2個置いてあって駐車場みたい。猫ま猫さんなんか怖い。はい、ドカミーさん、あ、手前に神楽殿的な拝殿があるタイプか。あー、神楽殿。信明 S さん、まあ、あそこに千社札があるってことは、猫猫さん、だるま神社っていた子さんが来たって。そうです、いた子さんが、だるまさんが転んだをやろうとして怖いからやらなかったところです。とりあえず横から回っていきましょう。猫猫さんだよね。 W、岩月、岩月さん、猫さんやってみて。みなアットミーナトリートちゃんさん、ただいま快適環境になった。天さん、猫さんが転んだやって。いや、一人しかいないからね、やっても意味ないんでね。ここに長図がある。長図の前に、はい、さん、小さいのが本殿で、これ拝殿なんでしょうね。屋根しかないけど。猫ま猫さん、アットミーナ高瀬岡。そうでしょうね。猫猫さん一人じゃないよ。上手がここにあるっていうのが位置取りがちょっと不思議ですけどね。ちょっと後ろを失礼して。信明 S さん、廃神社。廃神社ではないでしょう。締め縄的なのがしっかりしてるんで、こっちになんか森続いてるな。じゃあとりあえず定点しましょうか。あ、ここはでも雰囲気がすごいな。こうだもんな。ミナアットミーナトリートちゃんさん、定点来た。はい、ドカミーさん、いい作り。星次郎さん、おほう。普通に置いても多分角度的に上だし、もうちょいこっちか。ライトこいつもつけた方がいいよね。もうちょい前かんで、ね。ああ、そうすると角度が、定点の角度が、ここに置かせてもらおう。はい、じゃあこれで。天さん、中入らないの。中入るのはね、よくなさそうな雰囲気がしてますけど。とりあえずこれで5分。時計運にね、今19分なんで、まあ、25分ぐらいまで。はい、ドカミーさん、奥宮がある神社ってこういう感じ多いですよね。雰囲気すごい。井戸があるらしいんですけどね、奥宮のところに。ないですよね。
音量が済んでるっていう古い動画あるっていう。サチアット古墳さん、壁作るお金なかったの？みなアットミーナトリートちゃんさん、アットおバカサチーワロタ。コータさん、W、ハイドカミーさん、ナナメ W。ネコマネコさん、急いでボーボーニワトリ作ってくる。テンさん、ネコさん、転んで。サチアット古墳さん、アットネコマケイデンボーボーニワトリ WWW。アットミーナトリートちゃんさん、唐突の転んで指示はロア。コータさん、バンバンジーカ W。 ハイドカミーさん、何か通った。コータさん、蚊が飛んでる？みなアットミーナトリートちゃんさん、かっぽいね。コータさん、怒りに集まるか。サチアット古墳さん、どんどん集まってくる。テンさん、車の音聞こえる。ハイドカミーさん、お社は素晴らしいの。浅い句が。サチアット古墳さん、虫刺されでボコボコの猫さんまだ。信明 S さん、確かに精巧な作りですよね。ハイドカミーさん、アットおバカサチーありそう。湿度高くて無風だし。ミナアットミーナトリートちゃんさん、顔 W。サチアット古墳さん、アット C、ヒダキャミー WWW。
というわけで5分経ったので戻ってきました。ボコボコ温泉さん、ボコボコにはなってないですね。やっぱここのこの物体が何なのかっていうのは全然なんかみんなよく分かってない感じですね。社務所代わりだったのの残骸かなとか言ったりとか。星次郎さん、蚊とかいる？蚊は今のところ噛まれてはいないな。いたとしても岩月、岩月さん、ボコボコにしてきたの？してないですね。これダルマが置かれてたんでしょうね。サチアット古墳さん、ドリフシステムの社務所。一応ねこんな感じで指令は死でとかその辺は綺麗にされてるんで、廃神社ってわけではなくてちゃんと参拝とかもおそらくされてるんだとは思うんですけど、みなとみーなトリートちゃんさん、手入れあるっぽいよね。はい、ドカミーさん、こんな感じで壁は柱だけで床だけ張ってあるのは時々あります。ああ。サチアット古墳さん、スケスケシャムジョ。この扉開いてるけど本当は閉まってるんでしょうな普通。これ何？この板は何？みなとみーなトリートちゃんさん、少しだけ開けるものだよね。これああ最悪だ、 BB 弾の弾だこれ。天さん、タバコ、星次郎さん、ご身体的なものいます。サチアット古墳さん、神様恥ずかしがり奥だから。みなとみーなトリートちゃんさん、うわーひどい。はい、ドカミーさん、荒らされてる。最悪だ。岩月、岩月さん、うわー。まあそういうことをしているやつらが大学生を拉致ってここで殺害しちゃったんでしょうな。うん、バチ当たりはいいのに。はい、ドカミーさん、ヒデエノア、ウソナキのリュウさん、初見です、こんばんは。あ、職員さん、こんばんは。おしじろさん、こわやこわや、ネコマネコさん、いいいい、たまってひどい。信明 S さん、サチさんが卵に。この奥行っても多分、ね、県民の森っていう森でしかないので、キャンプ場がねこの向こう側にあったりするんですけども、そこは別にスポットとかでもないので。とりあえずあとは後ろ側から撮って。デンさん、猫キャンプしよう。サチアット古墳さん、私は何度でも生まれ変わるから、ホラ W。 キャンプ用品持ってないからね。みなアットミーナトリートちゃんさん、アットおバカサチー素敵。じゃあさっきは嘘泣きの龍さん、森に入って行ったりするんですか W。 森は入んないですね、入る意味がないんで。この社務所的なの、はい、のいやないですね。こういう感じで道があるっぽくは見えるんですけど、多分ただの森なんで。これとりあえずさっきはこの社務所の舐め、社務所じゃねえや、社務所と思われるなんかよくわからない残骸舐めでこれを撮ってたので、社殿を撮ってたので、本殿を本殿を今度はがっつりと映していきましょうか。その定点してまあ終わりかな。はい、もうちょい左、このぐらいか。信明 S さん、手入れされてる感じたが BP、 玉やタバコがそのままなのはね、手入れされてるように見えるんだけど、なんかみなとみーなトリートちゃんさん、その後に来てんのかな。そのことを考えると最近も来てるかもしれないから、あんまり長居したくないな。
そんなに焼かないで、そうしたくないね。嘘泣きの龍さん、スケルトンシャムジョ、ハイドカミーさん、さい銭箱無意思ね。みなあっとみーなトリートちゃんさん、猫さんが怒られちゃうからね。そうですね、さい銭箱ないですね。星次郎さん、猫さん狙撃されちゃう。コウタさん、PQN。角度もうちょっといいか。もうぐらいか。あ、これちょうどいい。岩月さん、猫さんは PP、玉ぐらいなら全部叩き落とせるでしょ。じゃあちょっと一旦ね、今から、今が30分なんで35分までちょっとみんな静かにして見てみましょうか。星次郎さん、ほい、みなあっとみーなトリートちゃんさん、はい。こうたさん、オッケー。猫まねこさん、白い髪のものなんでなど感覚じゃないのかな。はい、ドカミーさん、あの神社名か、板がお神体だろうから扉なくなっちゃってるっぽいね。猫まねこさん、はい。嘘泣きの龍さん、何か起こる場所なんですか。猫まねこさん、等間隔。
はい、そんなわけで、まあ5分間本殿社殿を停電しました。ですね、白い紙山なんで等間隔じゃないんだろう、それはわかんないですね。多分垂れ下がってるからだんだん真ん中に寄ってきちゃったんじゃないですかね。で、神社名書いた板がご神体だろうから途切れなくなっちゃってるっぽいね。一応ですね、こっち側は扉あるんですよ。こっち側はないですね。めっちゃガ飛んでる。こっちのこれ、ミナアットミーナトリートちゃんさん、リアル猫さんだ。ちゃんと扉っぽくなってるんですけど、こっち側がなくなっちゃってますね。ミーゴレンさん、あ、猫さん初めて見た。岩月さん、いや、あれは偽物だ。ちなみに何か起こる場所なんですかと言いますと、ここ心霊スポットって呼ばれてるところですね。なんか女の霊が出るっていう。はい、ドカミーさん、あ、片側ないのか。そうですね、片側がなくなってますね。電池大丈夫かな、そっちの。星次郎さん、血そのまま振り向いてもよかったのに。いやいや、それはね、それをやってはいけないんですよ。それをやるとね、いろんな人がきっと怒るんで。みなあっとみーなトリートちゃんさん、こっちの電池は大丈夫だよ。とりあえずそのスマホの電池が大丈夫かどうか不安なので、いつもの猫じゃない、モバイルバッテリーにつなぎたいと思いますので、まあちょっとガサガサします。みなあっとみーなトリートちゃんさん、猫さんはイケメンだからいいじゃん。サッカーの見ながら来てたからね。コータさん、偽猫さん。偽ではないよな。つけれるかな。星次郎さん、隙間足りないかな。ちょっと一旦動かします。サチアット古墳さん、猫さんは心霊との出会いを求めて三千里。刺さらない、微妙に刺さらない。刺さった、よし、よいしょ。よし、これできっと充電されているはず。されてなかったも知らん。ふう、そんなわけで白旗神社でした。でしたと言いつつですね、次の電車の時間まで、まあこっから30分ぐらい歩いて戻らないといけないんですけど、めっちゃ時間かかるんですよね。めっちゃ時間かかるし、めっちゃ時間かかるし、出過ぎの電車がめっちゃ遅いんですよ、来るの。今が何分？38分。51分ぐらいに出ろって言われてるんですよ、ここ。それで行って、ようやく普通って。なんで、とりあえず、とりあえずあります。じゃあ、あっちまで戻りましょうか。入り口の方まで戻ってですね、器具とか外して。はい、ドカミーさん、本数少ないので。そうですね。これ、トタンですね、横側から見ると、この建物。本当によくわかんない建物ですね。信明 S さん、こと階に泊まろう。いやー、異界に泊まろうはね。さん、早く来てって電車の運転士にラインして。みなあっとみーなトリートちゃんさん、あら途端だ。そんな途端に食いつくかね。みなあっとみーなトリートちゃんさん、あっとおバカさちよ。ちなみに入ってくるときにあった大帯釈天って書かれてた石碑。いや、途端なんかどこでも見るよ、田舎だったら。大月光太郎さん、猫さんおつまかです。あ、お疲れ様です。
あの入り口あたりにあった石碑、あれはやっぱ更新塔だそうです。大月さんもう今帰るところです、だるま神社から。まあ時間がね早いからまだ本領は相変わらず発揮してないでしょうけど、田舎にはどこにでもあるって言ったじゃん、田舎じゃねえじゃん。この辺の木材がもともとの壁に使われてたんですかね。大月幸太郎さん、アットミナ高瀬ミナジン W。 結構切られたの最近っぽいのも多いよな。サチアット古墳さん、よく燃えそう。サチさんはすごいよく燃えすからな。この辺とか木が倒れちゃってる。岩月さん、キャンプする？しない。キャンプ用品は持ってないからしない。炎上系だから私。じゃあこっち側からも車電が。はい、ドカミーさん、高浸透か青面混合とかもあるのかな。どうなんですかね。とりあえず俺もその高浸透って書かれてるのを見て、あ、高浸透なんだねって言ってるだけなんで。はい、そんなわけで入り口に向かって戻りましょう。そして入り口でこの辺の器具を外して、一旦放送を終わった後に俺の帰り道を配信します。暇なんで、なんせ30分間歩かないといけないからね。ミナアットミーナトリートちゃんさんは、おしじろさん、まだまだ。これがなんかすごい。家まではしない。大月幸太郎さん、ダメ。もう言いたいだけのダメが。ミナアットミーナトリートちゃんさん、ダメ。サチアット古墳さん、家に着いてからも配信していいのに。テンさん、ダメ。ハイドカミーさん、アット大月 8142W。 なんか鳥が鳴いてる。イータお化け CHQ レイザーブレイクアウトさん、初見です。心霊仲間です。よろしく。あ、よろしくお願いします。ただね、家に着いてからが3分ですよ。もうこの10時前へっていうこの早い時間帯にもう終わろうとしているっていう。ノブアキ S さん、ここ一人で歩くのは不すぎる。心霊仲間と呼ばれるにはすごいぬるい配信をしてますね。ありがとうございます。YouTube とか、あとブログもやってるんでね、そちらの方もよければ見てくれればと思います。まあお暇があればですけどね。ちょいちょい振り返りますか、ダルマ神社。今まだ車の音とかしてるじゃないですか。だから多分そんなになんですけど、本当の真夜中に来たらかなりでしょうね。ここは全く無音の状態で来たら、昔は道側にある街灯ももっと数少なくて、全体的にこの辺暗かったっていうことなんで、雰囲気がもう全然今と比べ物にならないぐらい暗かったでしょうから。ミナとミーナトリートちゃんさん、確かに。テンさん、夜中来てよ。大月幸太郎さん、アットレイタ12012リータさん、オツです。夜中来たら帰れなくなるからダメなんです。はい、そんなわけでね、これ白旗神社の鳥居の建立に関する記念碑ですね。だから鳥居は結構新しいですね。平成5年に鳥居が建立されてるようです。おしじろさん、一晩過ごせば OK。そんな人暇人みたいな。これはもともと灯籠があったのかな。今はただの穴っぽくなってるけど、
白旗神社でございますと。岩月、岩月さん、全体的に綺麗な感じだよね。そんなことはないっすよ。鳥居は確かに綺麗。鳥居は確かに新しい。けど別に全体的に綺麗って言えば、そんな言う綺麗かと思えばそんなことはないです。これは更新塔だそうです。そんなわけでね、ちょっと器具を一遍切ってつなぎ直しますんで、一旦お疲れ様でございました。サチアット古墳さん、猫さんのオリジナル紙紙でお吊るして、はい、切ります。ミーナトリートちゃんさん、更新塔じゃなく見える。まあ墓に見えますね。ミーナトリートちゃんさん、一旦おつ。はい、ドカミーさん、白旗ってなんだろう。白山社と八幡社の合祀かな。星次郎さん、おつつ。コウタさん、白旗ってあれらしいっすよ。源頼朝を祀ってるのが結構白旗って名乗ってるらしいです。はい、一旦切ります。すぐ繋ぐんで、まあそのまま放置といてくれたら勝手に繋がってると思います。ではでは。